切る先ってもいい感じではないかなと思います。そうやね、そうやね。では舞鶴西の一旦降りまして、うん、これから駅の方、支所駅に向かってます。うん、車来たよ。車来たる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 よ。車
バスは駐車場に停まっております。駐車場はここから歩いて行きますが、杉玉は年に1回変わります。で、白麗酒造、これから見ていただく蔵はうちで最初に創業当時一番最初に作りをした蔵で、今は原酒の貯蔵蔵として使っている蔵を見ていただきます。白麗酒造の創業は江戸時代。
それはない。だから姉がある、はい、若い姉がある、見たことない、何なんだろう、それが見たことない、それでも知る、はい、こっちに言われて、店員の人は、なんかもう、ゆっくり腰やったのかなって仕事無理やら帰って、帰る。自分のあの妹さんって体調子悪いか？何も言うてへん？妹。おお、そうだろうか。社会の。うんうん。何も言うてへんか？妹が。前に言ったから、うん、前、うん、一緒に田舎へ帰ろうぜ言ったらもう、うん、前が具合悪いからって、
これ飯食ってたカニの食べ放題。出発です。売店抜けた奥にバス降ります。はい、でここで出したらホテルまで、まあ、小1時間見てください。はい。はい、
ていただきます。